ゲストを迎えしています。本日東証グロース市場に新規上場いたしました株式会社ココルポート証券コード九三四六代表取締役社長の佐原敦さんです。佐原社長、今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。新規上場おめでとうございます。ありがとうございます。株価はすでに初値前場段階でつけておりまして、公開価格三千百五十円に対して三十一パーセント高、四千八百三十五円。 というのがこれは今のストップ高の水準ですね初値は高価格より31%高いところでよってその後ストップ高まで買われておりますそれでは株式会社ココルポートどのような会社なのか今後の戦略などを含めまして佐原社長に伺ってまいりますまず最初にココルポートどのような会社なのか事業内容からご紹介くださいはい承知いたしました、えー、障害福祉についてまずは歴史も含めてお話しさせていただきたいというふうに思います 私たちの事業は2005年までは国、行政、あるいは社会福祉法人のみが運営できる事業でありました2006年に株式会社の参入が認められそして6年後、当社設立という経緯でございます翌年、難病の方々も対象になり障害者総合支援法の施行が始まり現在に至っているわけであります。はい え私たちえ2018年には経人を一新し社名等も変更して多店舗展開を図っているそんな最中でございます。私たちの事業は四つに分かれております。え大半の収益は就労移行支援からいただいておるんですが、えまず就労移行支援のご説明でございます。え障害のある方々。 我々はほとんど80%ほどが精神障害のある方々なんですがそういった方々が就職に向けて訓練をされるそれを支援する事業所が69拠点そしてその中から就職をされた方々に対して長く職場に定着できるようなそんな支援をするのが定着支援であります。55拠点ございいますはい えー、そして指定計画相談支援、これは福祉サービスのお窓口というような位置づけで、うんえー、それほどお売上にはあ大きくありません、3000万ぐらいでしょうか、そして、えー、自立訓練、こちらの方は、2020年から新規事業として、えー、引きこもりの解消、これを意図して開始しております。うんえー、大変引き合いが多くう、あっという間に23拠点になりました。 小盛りの解消ですか。確かにニーズやばいそうですね、はい、今ね。そうですね。もう十年ほど前からすごく社会課題として取り上げられております。はいはい。私たちは九十二拠点、これは一都三県を中心にドミナント展開をしております。うん、まだまだあのその他地域に行けてないんですが、二千二十一年から関西圏そして東海圏 にドミナント展開を展開開をし始めていいるこういう状況であります私たちは2019年に社名変更し企業理念の一新をしましたそして全従業員で6か月をかけて行動指針を11にまとめてココルポート11を作りましたこれをいたしましたのはその意図としまして 全従業員一人一人が主役だということを意図してみんなで作りました、今もその気持ちが脈々と続いているかと思います11の行動指針ですね。はいはい、それでは足元、業績動向、あるいは今後の見通しなどはどうなってますでしょうかはいありがとうございます。 直近4期を見てみますと、売上高の推移 CA、CAGR35% を弾き出しております。右の方のグラフをご覧いただければと思いますが、営業利益率も右肩上がりになっておりまして、昨年の12月末が半期を迎えました、半期時点で12.9%ということで、 今期の就労時点でも十二パーセントから十三パーセントこのぐらいでいけるんじゃないかなと思っております。全体的には売上利益ともに計画通りということであります。はい。それでは社長ご自身の目からご覧になった御社の特徴といいますか強みですね。どういったところにあるんでしょうか。はい、はい。ありがとうございます。競争優位性三つ書かせていただきました。あ、最も大きな競争優位性徹底した個別支援だと。 いうふうに考えておりますえ私たちは株式会社ではありますがザ・福祉の会社でありますえ福祉の基本的な考え方を持って事業運営しております集団ではなく個別これはも当たり前ですえ人は一人一人違うんだプラスで精神障害のある方々その状況状態というのはその時々によって違います また指導ではなく支援指導はスピーディーに意思決定をできるかも分かりませんが私たちはどうしたらそれができるのか寄り添って一緒に考えていくそんな支援を大切にしています。また助けてほしい手助けしてほしいという方々に手を差し伸べるそれが福祉の考え方であります。ですので幅広い受け入れをしております。えー、上記3つをを実行しようととすすると大変非効率を見ますが、うん 非効率だからや,るやらないのではなくてどうしたらできるのかということを議論し実行しまた議論しそれを繰り返して質の高い支援を実現しておりますこれが個別支援であり顧客ターゲットの拡大でありますこれが競争優位性だというふうに思っております、はい、また先ほど申し上げました幅広い受け入れ少しお話しさせてください 私たちの業界では就労準備制の5段階ピラミッドよくお話をさせていただきますが上に行けば行くほど就職に近い方下に行けば行くほどなかなか就職には遠い方というふうになっています心と体の健康管理だとか日常生活の管理がなかなかできない方例えば昼夜逆転してるとか食事がうまく取れないとかあるいはお金をうまく使えないまあ管理できないまあこんな方々がいらっしゃるわけではありますが。 そんな中でもたくさんの方々が就職をしたいという思いを持ちかつ行政から受給者証を交付していただけるのであればぜひ来てくださいと、えー、こういうふうに私たちは考えております、えー、この積み重ねによって2年間をもって就職に導くとこんなノウハウを蓄積してまいりました。3番目、えー 今まで申し上げたものに対して、えー、非効率というふうに申し上げましたどこかで効率化しないといけない誰にも迷惑をおかけせず効率化を図るためにはドミナント展開こちらの方をしております1都3県を中心に人口集中をしているところにドミナント展開をしております、えー、詳細は割愛させていただきますが大変ここで効率化を図れているというふうに思っております というところは強みということですねありがとうございますそれでは今後のビジネス展開としてはどういったお考えをお持ちなんでしょうかはい。まず市場環境を見てみたいと思います市場環境の障害者の方々のデータでございます私たちのメインターゲットである精神障害のある方々これは政府統計によると2,6万人いらっしゃるということですただその中で働いている方は 万人ししかいいららっしゃらないの方が無職でありますつまり潜在顧客が多く未来のご利用者様たくさんいらっしゃるということがわかるかと思いますそういうことですね、はい、また企業様の雇用側でございますが左のほうご覧ください法定雇用率は現在2.3%です。えー 年明けに政府が発表したところによると2026年の7月には2.7%まで上げなさいというお達しがありました右のグラフをご覧いただければわかるように実雇用率企業さんの実雇用率は法定雇用率とリンクするように右肩上がりになっておりますこの2つを考え合わせると今後も求人ニーズはさらに上昇することが予測されております さて私たちは下の方の矢印の図を見ていただきたいんですが就労移行支援をやっておりましたそして5年前から就労定着支援を事業として行っています今回2020年から自立訓練を始めましたこういった方々を支援することによって合計で2年2年3年6ヶ月合計で7年6ヶ月 お一人の方々に息継がんでサービスするそんな体制を整えることができました。うん、そして、えー、自立訓練の卒業生そろそろ出始めております。多くの方々が就労移行支援を目指したい行きたいという方々をがたくさんいらっしゃいます。これはとりもなおさず就労移行支援コストをかけずに集客できているという経済効果ドミナントのシナジー、えー、すいません、えー、シナジー効果ですね。 を叩き出しているというふうに言えるかと思います。こういったことごと、こういった次のページお願いできますでしょうか。はい。えー、こういった市場拡大を追い風に、当面経営支援を現事業に集中して成長スピードを堅持したいと思います。具体的には下の方一番目オレンジ色でございますが、新たなドミナントこれは大阪県、関西圏、東海圏でございますが、そういったものも合わせ、また 一三まだまだ出店の余地があります、えー、ということで就労移行支援事業所の拡大をしていく、はい、そして必然的に就職者が出ますので就労定着の支援を拡大しまた新規事業である自立訓練こちらの事業所を拡大していきたいというふうに考えております。えー、我々々は成長スピードを緩めることなくく一人でも多くの方々が 楽しくそして生き生きと人生を送っていただけるように支援していく所存でありますま先ほどありましたけれどもやはり非常に潜在的なニーズが大きな事業でもありますから将来楽しみですねありがとうございます、はい、ということで、えー、お話を伺いましたそれでは最後に番組をご覧の投資家の皆さんに社長から一言メッセージをお願いいたしますはい 私たちは一人でも多くの障害のある方々が元気になって、社会と交わって、そして自立していかれる、そういった支援をしていきたいと思っております。今後も引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この時間は、本日、東証グロース市場に新規上場いたしました株式会社ココルポート、証券コード九三四六 代表取締役社長の佐原敦史さんにお話を伺いました佐原市長改めてどうもありがとうございましたありがとうございました